どうも、こんにちは。今回はエンディング2、3、4を目指して攻略していきます。このエンディング2、3、4はステージ 4B で条件を満たしてクリアすると、それぞれのエンディングに突入するようになっています。なのでまずはステージ 4B に行く必要があるのですが、4B に行くための条件は前回の動画のステージ 3A でジブリールを撃破していたところを、撃破せず、ジブリールを逃がさなくてはいけません。半分くらい前回と内容が被るので、余計なとこはカットして、ジブリールが逃げたところからご覧ください。ということでステージ 4B やっていきます。ステージ 4B の編成やっていきます。初期メンバーとしてミネルバ、シンとデスティニーガンダム、イザークとザクファントム、ディアッカとザクウォーリアー、シホとシブーディープアームズ、となっています。またその他枠で編成には入りませんがザクと兵が何機か使用できます。自分の自由枠はこんな感じです。ザクウォーリアーを中心とした編成としています。やることは変わりません。デスティニーを軸に戦っていきましょう。戦えるユニットが少なくなればなるほど攻撃回数が減って不利になります。なのでできる限りやられないようにしていきたいですね。それではブリーフィングを見てからスタートしていきましょう。ステージ 4B ではどの条件を満たしてクリアしたかでエンドが変わります。条件は3つありまして、1つ目はジブリールを撃破した場合、2つ目はプラントに核が到達した場合、3つ目は15ターン経過した場合です。この動画の攻略では核を止めてジブリールの撃破を目標に進めていきます。ジブリールの撃破を狙う場合は核を撃破する必要があるため、自分ユニットを前に出す以上、前回のように両軍を戦わせるのは位置的に難しくなっています。理想としてはキラたちから攻撃を受けずに核を全滅させて、速攻でジブリールの元に向かうって感じですかね。僕はまた楽しいことになりそうだな。戦闘を中断してください。ノロマがその首もらった。連鎖を断ち切るに至りませんでしたか。幸いミサイルの HP はそこまで多くないのでマップ兵器や副車でまとめて撃破しましょう。核ミサイル撃破後は敵をうまく誘導してミネルヴァの足を使えば簡単にジブリールに接近できます。ジブリールの間はかなり出遅れて移動を開始するので、大体孤立していることが多いですね。そこが狙い目です。一般ダクト兵の戦力も生き残っていれば、1ターンで撃破できると思います。仮に撃破できなくてもこの状況なら敵の先発とはかなり離れているはずなので、次のターンでリカバリーすればいいかなと思います。とにかくありったけの攻撃をぶち込んでやりましょう。そろそろ撃破できそうなのでとどめはアニメ見ておきましょう。ロスはなくなりはしない。こちらがジブリールを撃破した場合のエンディング2となります。感想としてはエンディング2が一番まともなエンディングなのかな？攻略的な話だとジブリールのとこに行くタイミングが結構シビアだと思います。あまり早すぎるとジブリールの護衛に囲まれるし、逆に遅いと三隻同盟と連合に挟まれることになるので、三隻同盟と連合がいい具合に戦ってくれている中で、マップをうまく使ってジブリールに接近できればあとは勝ったも同然です。感想はこんなもんで今回の動画では残りのエンディングもちゃんと攻略してきましたので、残りはどういうエンディングになるのか、ぜひ最後までご視聴ください。次は15ターン経過した場合のエンディング3をどうぞ。現在15ターン目になりました。エンディング3の詳細な条件がわからなかったのですが、一応核ミサイルをドックで進路妨害しつつ、ターンを送り続けました。15ターン経過すると自動的にネオジェネシス発射のイベントとなります。ングさんに関しては、実際に検証してないのでわかりませんがジブリールを倒さなくていいだけなのか、核ミサイルを撃破しなければいいのか、このあたりが曖昧でした。それでは最後に核ミサイルがプラントに到達した場合の、エンディング4をどうぞ。エンディング4は何もしなければ勝手に条件を満たしてくれると思います。核ミサイルが到達するのを待ちましょう。ということでエンディング4でした。どちらかが一方的に敗北してしまうエンドはちょっと後味が悪いですね。この後の動画では残りのエンディングも攻略していきますので、良ければ最後までお付き合いください。それでは今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。